さあ法政大学行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちら。空所10問題10問と五聖女問題。ただちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなって皆さんご覧いただけないので、空所19問行ってみたいと思います。で、五聖女の対策動画は別にありますからね、そちらを参考なさっていただけると嬉しいかと思います。では頑張っていきましょう。さあ皆さん、まずは第一段落でございます。で、皆さん一つずついきますからね。まずは空欄1、選択肢こちらでございますので、適切なものを一つ選んでいただきましょう。では、検討をお願いします。さて、これは空所の右側、まず、him という名詞。で、さらに右側は fortunate という形容詞。まず、この名詞形容詞の順番で並んでる文型と言われたら、そうです。第五文型、SVOC ですよね。him が目的語で、fortunate が保護。ですから選択肢は見えてるからなんですが、皆さん第五文型を取る動詞。で、それがありがたいことに皆さん一つに決まりますよね。そうです。C の consider。皆さんこれ詳しくは皆さん最後の方でまとめますので、ちょっとご存知ない方は聞いておくだけで OK です。consider ときたら第五文型。O が C だと考える。ですからこれも文法的に一発で C が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄2番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、まずは空所の右側でございますが、フルタイムの先生、まあ、常勤の先生としてうにゃうにゃ。で、なおかつ皆さん、文末、この後にもヒントになってますよね。大学を卒業してすぐ…と言われたら、選択肢の B の hire、雇われるですよね。こちら選択肢の A は適用。で、選択肢 C は拒絶。で、選択肢の D も、まあ、断るんでしょうね。ですから、これも、この緑の三角括弧のところをヒントに、選択肢の B が正解ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて、空所3番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。さあ、皆さん、これは空所の左側の文型がヒントですね。もちろん、文との The John Market が主語。で、ハラガダンが動詞。で、皆さん、Better。皆さん、形容詞でございますので、SVC。そうです。第二文型で、ここで皆さん文型が完結してるんですよね。ということで皆さん、後ろは M。つまり、副詞でございます。で、副詞を入れるはずなんですが、皆さん、A と B は名詞ですので、まずはこれが×。で、残った選択肢の C と D。まあ、これはまあ副詞でいいんですが、皆さん、ちょっと時制が、ちょっとサムデイダメそうですよね。そうです。サムデイは皆さん、これからのこと。いつかということですから、未来。で、未来の話なんですが、空所の左側。これ、過去時制ですよね。ですから、正解は C。まあ、somewhat ということですから、皆さん、幾分。意味の用事もバッチリでございますので、正解は C ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて空欄4番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。さあ、これ、空所の右側、まず、themselves という名詞。で、その右側に ing がおりますので、これでいけそうな文型決まりますよね。そうです。これも第五文型。svoc。themselves が目的語のところで、having のところが保護。で、まず皆さん、これ第五文型を取らない選択肢の c と d は×。で、残った選択肢の a か b かということですが、選択肢の b。まずは force、第五文型ですね。で、ただし保護のところは to 不定詞にするべきでございました。で、今回は ing ですので、b はまずいですね。で、一方、選択肢の a の found であれば、皆さん、方向のところに ing を置けました。で、このあたりの知識をまだご存じないという方は、ちょっと皆さん、少々お待ちください。動画の後半の部分でまとめますからね。ですから、まあ、今回はひとまず svoc、保護の形に ing が置けるというところから選択肢の a が正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、問いの5番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢全部動詞でございますが、自動詞、他動詞の判別はできそうですね。で、皆さん、空欄5番でございますが、後ろに名詞がない。そうです。何もないわけですから、自動詞を入れればよろしいですね。一方、他動詞を選んでしまうと、後ろに目的語は必要。ですが、今回は目的語なし。で、そういった観点から皆さん、選択肢、自動詞と言われたら、妥協するという意味の B ですよね。ですからこれも自動詞他動詞の基準で一発。正解は B ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。今度は空所6番しかないですからね。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、これは空所の左が、例えばこの辺りがヒントになってますよね。out of college。まあ大学から離れると。で皆さん、大学から離れて、皆さん、step into。
前に進んで、しかも理想的なうにゃうにゃと言われた目さん、就職につながりますよね。ですから職に就くわけですから、選択肢の A、オキュペーション、これが正解ということでよろしいかと思います。さみさん、第3段落でございます。まずは空欄7番、選択肢こちらでございますので検討をお願いします。さみさん、まずは空欄の右側 prepare ということで、皆さん動詞の原型になってますよね。で、そうすると皆さん選択肢の D、 hadn't、 皆さんその hadn't の右側に動詞の原型を置けませんよね。だから皆さん、これ空詞の左側でございますが、実勢がこの辺りですね。過去完了で過去の話になってるんですが、選択肢の C、doesn't でございます。皆さん、これは現在時制。時制が合わないので、×。で、皆さん、残った選択肢の A か B かということでございますが、まずは選択肢の A。皆さん、これは very がダメですよね。皆さん、very の右側、形容詞、もしくは副詞。ですが、今回は空詞の右側、動詞の原型でございますので、×。で、選択肢の B であれば、quite 使われておりますし、couldn't、時制もバッチリ。ですが、正解は B ということで、よろしいかと思います。それでは続いて空所8番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。それではこれは空所の前後で対比関係が成り立ってますよね。それでは文頭、彼は6歳の時以来。まあ昔の話でございます。で、空所の右側 now と書いてますから今。つまり過去と現在の対比。で、皆さん現在は22歳と書いておりますが、皆さん目の前に生徒さんがいるんですね。まあ、フェイストゥーフェイスということですか。皆さん、教育を授ける側ですよね。で、一方、空欄8番のところは皆さん、まだ6歳。つまり若い時でございますので、教育は受ける側ですよね。昔は教育を受ける側。今は教育を授ける側。そうすると皆さん、選択肢はもう一発であれですよね。そうです。昔は教育を受ける側でございますので、正解は A ということでよろしいかと思います。それでは最後は空欄9番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。それではこれ空詞の右側の品詞で選択肢削れますよね。A dozen years younger。もちろん young でございますので形容詞。ですからまずは前置詞としての over が×。で、残った選択肢は全部副詞ですよね。副詞なんですから後ろの形容詞を修飾することができます。で、あと皆さん数字が来ておりますので、これで一発ですよね。そうです。正解は D。で、選択肢の B の altogether は全く。さすがにこれ数字は修飾できませんよね。で、選択肢の C のレバーも確かにそうなんですが、皆さん否定語を使っちゃうと皆さん話がねじ曲がってしまいますよね。ですから、ほぼという意味で、なおかつ副詞。数字を修飾することができるので、選択肢の D が正解ということで、よろしいかと思います。すいません、今日のまとめに行きますね。で、特に今日よく出てきたのはこれでございます。第5文型、SVOC を取る動詞。特に動詞の右側の形ですよね。その知識があるかないかで判断する時間が変わってくるかと思いますので、もし知識が曖昧ですという方は今日を境に頑張って覚えてくださいね。まずは括弧1番コンセル。ときたら後ろは目的を to be 保護。で、保護には形容詞が置けました。で、括弧2番 force。保護の形は to 不定詞。で、あとは意味内容上、ほぼ同じような感じで使える表現。あと2つ言えるかどうか。oblige と compare。これも合わせて押さえておきたいです。そして、カッコ3番、find の場合、保護の形は、ing と過去分詞。で、これとほぼ同じような使い方をする表現。あと2つと言われたら、keep と leave でした。という感じも、品質のものもある程度決まっておりますので、まあ、知らないよりかは知ってた方が今後安心かと思います。で、まだこの第5文型まで、ちょっときついです。という方。で、概要欄に第5文型の動詞。それに関するリンクを貼っ付けておきますので、もしこの後お時間よろしければ、ぜひご視聴くださいね。では、一旦書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸8番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。